だったの で、はい、で出血も特にあの後なかったみたいなんで、あげたいパパ、お腹もでっかくなったね。でなんか子供たちが前回一緒に来てないんですけど、はい、このエコー の、はい、あの心臓動いてるとこを見たいって言ってるんですけど、見ていただくことできます、はい、あ、前回私たちしか見てなくって、はい、で今日一緒に行きたいって言って希望できてるので、もし大丈夫だったらお願いしたいんですけど、じゃあ体重だけ測って、まあ、あんまりストレスかけないのもと思うので、はい、準備できたらお呼びするような形で、はい、食べたい。前回ご覧になりました、覚えてる。心拍ドクドクしてるの、あのエコー室の方で、いや、ここでなんか録画したやつを見せてもらったり。あ、わかりました。じゃあそこも確認しますので、じゃあちょっと体重だけ測ろう。ちょっと待ってこぼれるこぼれる、おいで、うん、よしよし。レントゲンはもうちょっとしてからね。あ、じゃあこちら入れて、はい、いいですか。はい、そんなに前回から立ってないで、レントゲン撮ってから、そんなにはっきり骨格はまだ出てこない。結構直前なんですよね。あ、そうなんですね、うん、でこの白いの背骨なんですね。頭こっちなんですけど、ちょっと大きく膨らんじゃってるから、一緒に一画面で撮れないので。これは誰の心臓？これ姫ちゃんの心臓。それまた別です。お腹の中の臓器か、もしくはあの他の子がそっちにかぶってるのかなと思うんですけど、何匹いるかわからないです。そうで、あとレントゲン撮れば何匹いるかわかるので、まあ、また次の時でもいいと思いますけど。でも順調ってことで。そうですね、体重も増えてますし、比